い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅地造成と規制法の宅地造成の定義について解説いたします。前回の動画で宅地造成をする場合っていうのは、許可が必要ですよ、知事の許可が必要ですよとお伝えしたんですけども、じゃあ宅地造成って、どんなものなのか、これを今回お伝えしたいと思います。で、この宅地造成を勉強する上でまず重要となってくるのが宅地の定義なんですね。宅地造成と規制法では、宅地ってどんな土地なのかというと、農地だったり再生放牧地だったり森林とか道路、公園などの公共用施設用地以外の土地です。つまり農地は宅地ではないですよ、再生放牧地も宅地ではないですよ、森林も宅地ではないし、道路も宅地ではないし、公園も宅地ではないと、それ以外の土地が宅地なんですね。まずここは頭に入れておきましょう。これは宅建業法上の宅地とは定義が異なりますんで、ここはちょっと頭に入れていただきたいんですね。宅建業法上の宅地はまた別の定義なんですよ。だからこれは分けて考えましょう。で、続いて、じゃあ宅地造成って何なのかと。宅地造成っていうのは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質変更で、一定規模を超えるもの。まずこれが一つ目です。で、二つ目が、宅地において行う土地の形質変更で一定規模を超えるもの。この二つが宅地造成に当たるんですね。で、土地の形質変更っていうのは、土を入れたりとか、土を取ったりする行為って考えてください。宅地以外の土地について土を入れたり、もしくは土を取ったりして宅地にする。または、宅地について、宅地があって、そこに土を入れたり、土を取ったりする。これがこっちですね。これに当たります。こちら側が工事する前、こっちが工事した後です。工事する前は宅地以外の土地だったけども、工事をした結果、宅地になる。土を入れたり、土を取ったりした結果、宅地になる。また、宅地があって、そこに土を入れたり、土を取ったりして、その工事の結果、宅地になる。これも宅地造成なんですね。ただ、これは一定規模を超えた場合のみ宅地造成なんですね。つまり、この一定規模を超えない場合っていうのは宅地造成に当たらないんです。ここを注意しておきましょう。じゃあ、一定規模って何なのかっていうと、4つあって、このいずれか1つでも該当したら、これは一定規模に当たるんですね。まず1つ目。切り通した結果、2メートルを超える崖が生じる場合。今、こういった山がありましたと。で、この山があって、ここの部分、取り除きました。土を取るってことが切り戸です。切り戸。で、ここの崖。この高さが2メートルを超える場合。これは一定規模に該当します。で、続いて、こういった山がある。丘っていうのかな。で、ここに土を入れました。土を入れることが盛り土です。盛土って呼んでもらっても全然大丈夫です。盛土、盛土。どっちでもいいでしょう。で、土を入れて、その結果崖が生じて、これが1メートルを超える場合は一定規模です。で、続いてこちらは山があって、切り戸をして、さらに盛土をした。土を取って、さらに土を入れた。で、結果的にこの崖が生じた。この崖の高さが2メートルを超える場合。これも一定規模に当たります。で、最後、造成面積が500平米を超える場合。で、この図っていうのは、盛り土をした面積が500平米を超える場合なんですけれども、盛り土だけではなくて、切り土をしたその面積も500平米を超えるのであれば、これは一定規模に該当します。また、盛り土と切り土、2つとも行ったっていうのであれば、その2つの合計、これが500平米を超える場合も一定規模に当たります。なんで、この辺ですね、ちょっと数字は覚えなければいけないので、覚えていただければと思います。この点はすごく重要なんで、ぜひ頭に入れてください。上から順に論理立てて、ちょっと頭に入れていただきたいんですね。まず、宅地ってどんな土地なのかっていうのが分かった上で、じゃあ、宅地造成っていうのはどういったものなのか。宅地以外の土地を宅地にする。また、宅地について工事を行う。そして、かつ、一定規模を超える場合。これが宅地造成に当たるんだ。つまり、この宅地造成に該当する場合、造成主は知事の許可が必要だって話なんですね。
で、それを考える上で、この一定規模って何なのっていうと、一定規模っていうのは、切り戸をした結果、2メートル超、2メートルを超える崖が生じる。盛り土をした結果、1メートルを超える崖が生じる。切り戸と盛り土をした結果、2メートルを超える崖が生じる。切り戸と盛り土の造成面積が500平米を超える。こういった場合が一定規模に当たります。で、こういった場合に限って、造成主は宅地造成の許可が必要だっていう内容なんですね。これぜひ頭に入れておきましょう。で、この数字、これ覚え方について、また理解の仕方については、個別指導で解説させていただきます。まあ、こういった部分、覚えるの難しいと思うんですけども、理解とか、覚え方とかを勉強すれば、すぐ頭に入りますんで、なんでこういった部分はできるだけ簡単に頭に入れていくのがいいと思います。で、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。